はーい、こんちゃーす。レトルトと申しまーす。ということでね、突然の、まあ、カル実写動画といった形なんですけども、念願だったね。まあ、ツイッターの方ではお知らせしたんですが、念願だったゲルテナ店に行くことができましたー。まあ、ゲルテナ店っていうのはね、イブというフリーゲーム、まあ、元フリーゲームですね。私も12年ぐらい前に、実況プレイさせてもらって、まあ、ニコニコでね、俺の実況で一番伸びた動画、まあ、というところで、すごく思い入れの深い作品でもあるんですが、そのイブのゲーム内にある、ゲーム内の舞台であるゲルテナ店をね、完全再現したものがね、展示会みたいな感じでやってたんですけども、もともと東京でね、1年ぐらい前にやってたんだけど、俺チケットが買えなかったんだよね。あまりにも爆速で売れちゃって、買えなかったんですよ。で、その後大阪でやって、で、今回東京に戻ってきたタイミングで、行く機会ができまして、無事行くことができました。まあね、その場所とかのね、撮影とかはできなかったので、まあ軽く写真とかではね、こんな感じだったんですけども、まあ俺といえばというか、まあ俺の推し活はなんですけども、まあグッズをね、爆買いまたしてきました。まあそれがね、ちょっとイブとかの恩返しになれる形にはなると思いますので、爆買いしてきました。まあ、恩返しというかね、俺が欲しかったから買っただけなんですけども、まずね、真ん中に映ってんのが、スイッチ版のイブの限定版なんですけど、まあ、普通に持ってるんだけど、ここで、この会場で買えば、ゲルテナ店のポスターがもらえるということで、これは買ってしまいました。やっぱポスターとかテンション上がるよね。もったいなくて俺あんま貼れないんだけど、ポスターを買ってきました。まあ、そしてほとんどの人が買ったんじゃないでしょうか。はい、これ、ノートですね。まあ、イブって、まあ、美術館テーマにしてんので、やっぱ欲しくなっちゃうよね。深海の夜だね。ゲルテナ店の、まあ、メインビジュアル、みたいな感じなのでしょうか。そして、クリアファイル。まあ、ここら辺は基本だよね。もう、とりあえず買うしかないと思って、もう、無心で買いましたね。何も考えなかった。で、やっぱ、後々ね、やっぱ、読み返したくなるのはこういったね、なんかパンフレット的な感じですよね。結構分厚いんですけども。ゲルテナ店の飾ってあるものとか、写真とかが後々見れるっていう形で、まあ後になんか資料とかになってね、なんか俺も参考になったりしますので、一応こういう仕事してるからね。そしてゲルテナ作品とかが載ってるポストカードセット。やっぱこういう本系は欲しくなっちゃう。で、これがね、めっちゃ高かったんだけど、すっごく肌触りがいいのよ。このなんか、なんだろう。何生地っていうのかな、一個一個手縫いされてるような、多分本当にプロの人が作ったやつだろうね。このなんか編み物っていうんですかね、深海の夜のトートバッグ、イブって書いてあって、これ多分手編みでものすごく気持ちいいんですよね。もうなんなら俺これを枕カバーにして寝てもいい。そしてこれが本番です。この動画の肝なんですけども、こちらです。アクリルスタンド、全10種類なんですね。この全10種類が2バージョンあります。全10種類が2バージョンで20種類。そしてお一人様10個までなので、10個10個買いました。全20種類を20個買ったので、当てます。全種類。絶対に無理です。全20種類を被らず20種類揃える確率は何パーセントなんでしょうか。もしかしたらマジで 0.0001% ぐらいかもしれない。で、こういうものがあるんですよ。このアクリルジオラマっていうらしいんだけど、はい、こんな感じで、まあ、イブちゃんをここに乗せて、今から出たゲルテナ作品をこうやって並べられるんだよね。ギャリーとメアリーもあるので、いい感じにちょっと並べていきたい。はい、じゃあ、できるだけね、被らせることなく、出していきたいと思います。一応中にね、何が入ってるかなんとなく見たんですけども、やっぱゲルテナの、あの、絵画、まあ、絵ですね。絵とは別に、まあ、無個性とか、あと赤い服の女とか、あの、ハイヒールを履いた椅子。まあ、ギミック的なね、そういうキャラクターたちもいるので、できればそういうのを多めに出したいね。無個性は絶対出したい。あと、マネキンの首っていうね、あの、ギャリーがめちゃくちゃぶち蹴るさ、やつあるじゃん。あれも出したいですよね。なんかこういうのなんか反射しそうで怖いんだけど。じゃあ行きまーす。1個目。あ、こんな感じ、ん？お、いいんじゃない？いきなり絵じゃないかも。で、こういう、スタンドと一緒に、来たー！これ、ハイヒールを履いた椅子ですね。あ、いいよ。これ当たりです。当たりです。はい、1個目。まあ、順調じゃない？順調。今んとこ被らなかったけどね。当たり前ですけども。
とりあえず絵よりもこういったのが欲しい。まあ絵も欲しいんですけども、もう下側の色がもしかして全種類違うのかな、この色がさ。だとしたら被ってない。お、なんだっけ、いや一応3周ぐらいしてるから、猫なんだっけ、なんちゃら猫、ペルシャ猫じゃなくて、なんだっけな、あーちょっと思い出したい、なんだっけ、なんか難しい名前なのよ、なんちゃらの猫みたいな名前の猫です。これでもあんま記憶が、あんまりこれなんか深掘りされたやつではないよな確か。あ、でもなんか絵は背が高めになってていいね。さあ3つ目、よしよしよし、かぶってない。いや今んとこいいぞ。まあ、10種類とはいえもうここら辺にかぶるとか全然ありえるから、よーし、きたー、これきました。これは人形だから青い人形とかでいいのかな、そのまんまだったような気がするな。まあ、これもギャリの横に飾ってあげよう、優しいから俺、ちょっとギャリのお友達作ってあげました。いいねこれ、かぶらず済みましたね。まあ、こっちに単品でつけることもできれば、あんな風にね飾ることもできるっていう、これ面白いですよね。まあ、俺も前クレヨンしんちゃんのやつで出しましたけど、まあそういうシステムが結構流行ってんだね。今んとこ順調よ、一切忖度なんかされてませんからね、無造作に取っただけだからさ、固まってはいなかったな、マジで。おし、いい色が違う、あ、絵だね、ほい、あー吊るされた男ですね。これは結構ゲルテナ作品としては割と有名どころ。いや、この時点で被ってないって結構いいよ、1個ぐらい被ったっておかしくないからね。今まで俺こういう系は被りまくりだったから、結局ねガチャガチャとかやってもね、全種類揃えようと思ってガチャガチャとかやっても被りまくって、結局3倍ぐらい引いたりとかありますもんね。おー来た、これなんか上に草とかがあるやつね。これ美術、そのゲルテナ展にもありましたよ、暖かな景色みたいな、そんな名前のやつ、暖かな場所でしたね。よし、これいい感じ、 1,2,3,4,5 5個かぶらずいってます、折り返していきました、5種類。おい、これもしかして全部いくんじゃないか、ワンチャンあるか。おー、いいよ、え、マジで何の忖度もないからね、無造作に俺が取ったんだから。やったー、赤いウクロンだー、これはちょっと向き違うけど、これはイブちゃんのとこに置いてあげたいな。いいね、赤い服の女、これは絶対に欲しかったからマジで嬉しい。マジで順調すぎない、マジですごいぞこの、この確率。そろそろ、いや、いい。でも、被ったやつがこれだったら、ね、まだ全然いいですよね。まあ、できれば色違いが良かったけど、こいつ何色もあるんで、4つぐらい。あと、レアな色あるよね。なんか、シルバーみたいなやつ。まあ、でもいいですよね。これはまだ被ってもいい。まあ、全種類集めることは叶わなかったけども、いい方です、これ。うん。だから、この、なんだっけ、絵じゃない、この、これは全部揃った。確か、3種類だったはずなんで、この銀色のね、第1弾の方は。いや、いい。もう一種類ぐらい欲しい、もう一種類ぐらい。ちょっとやっぱ尻すぼみってよくないからさ。やっぱ盛り上がっていくべきだから、動画って。なんか急に開かなくなったね。おーし、気配、視線、気配、心配、そんな名前。そんな名前だったはず。これも結構有名ですね。うおー、え、すごいな。2、4、6、8種類出てる。7種類か。7種類出てるね。いや、すっげえ調子いいぞ。ここ、行こうよ、行こうよ。おいでよ、イブ。あー、遠近感あっていいね。7種類か。8行きたいな、8。8揃ったら、8割揃ったら相当運がいいからな。大台ですからね。あー、はい、ということで、アクスタ第1弾は、7種類揃ったか。まあまあ良かったと思います。やっぱこの赤い、このね、赤い服の女とか、赤い絵の女か、いや赤い服の女だったな、赤い服の女とか青い人形とかハイヒールを履いた机とかやっぱ欲しかったので、第2弾にもこういうね、絵とこの動き出す系、まあ敵系だね、ギミック系があるので、ぜひそっちは絶対出していきたいですね。みんなの知ってるやつもあると思うので、有名なやつはどんどん出していきたいな。
色が下の色が違うのも素敵だね。はい、これ覚えてる、ピエロ多分ピエロです。なんかシンプルな名前なの意外とこういうのは。はい、ピエロと、いい感じいい感じ、出していくぞ、どんどん剥いていこう。いやでもね、本当にそのまんまあるのよね、 これがそのまんま飾ってあってすごい嬉しいのよ。もう全部をむしろ再現してほしいぐらいの感じなんですけども、なんだ絵だ、あ、なにこれ、なんだこれ、なにこれ全然覚えてない、なんだっけこれ、なんか芋虫か、これ何の絵なのかもよくわかんない、覚えてないな。いや見た記憶はあるんだけど、でもゲルテナ作品の20個に選ばれてるってことは言うて相当それなりに有名だと思うんだよな。全部で50個ぐらいあると思うんで。黄色かぶらないね今んとこ。おいおー、唾を吐く、唾を吐く顔みたいな、唾を吐く絵かな、うん、ベチョってやつでね、食らうやつですね。これも有名、いいねこれ。さあ次、今んとこ被らない、まあ初めの方被らないのは当たり前なんだけど嬉しいよ。あと待って、 A ばっかだな。あーなんかこれ実況中も読む、なんか出てきたけど読めなかったんじゃないかな、なんかなんだっけな、読めない難しい漢字が使われてた気がします。なんかトカゲだかなんだかみたいな、なんか読めなかったのよその時は。はい、次は1,2,3,4 5個目、そろ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 気味、あーあーありちゃん、これは有名ですね、僕の絵どこやったってやつだ。さあ残り4つですね。ちょっとギミック系があんま出てない、それはよろしくないよ。よし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 、マネキン、マネキンの首ですね。これはものすごい並んでて、ギャリに切り替わった時に嫌がらせのようにめっちゃ並んでるねやつだったんで、すごい嬉しい。もう置くとこなくなっちゃったな。はい、残り4つ、いやまだ4つあったわ。よし、 1,2,3,4,5,6、 なんか間違ってさ10個以上買ってんじゃねえかっていうさ、なんかいっぱいあるからさ怖いね、ルール違反してそうで怖いんだよな。まあ10個し、まあ多分それだったらね、あの会計の人が言わはると思うんですけども。あ、来た、嘆きの花婿だね。もちろんこっちがあるってことは花嫁の方もあるので、ぜひ花嫁を、揃えたいですね。ただでさえ嘆きなのに花嫁もいなかったらもう嘆きの嘆きの花婿になっちゃうからね。この幸せの花婿とか確か絵自体が変わったはずなんですけども、ちょっと出してあげたいな、こんながっかりしてますからね。揃えたら多分にっこりすると思うんで。あり、かぶってしまったか。いやちょっと物系てか無個性が出てない、やばい、無個性がないのは困る、無個性は出てほしい、無個性好きですからパフューム。あー、おい、ラスト1個だぞ、どうだ、形を見ろ、うーんなんか絵っぽい、若干形で分かりそうだなこれ。ちょっと頼むぞ。あー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 、ありばっか、ちくしょう、無個性欲しかったけど出なかったね。はい、いい感じに並べました。イブちゃんの周りにはね可愛いものを集めて、でメアリーの、元にはねなんかちょっと不吉なものを集めて、ギャリーにはね強いられてもらって、まあ言うて結構種類は出た方かな。まあ無個性がやっぱねゲルテナ作品の中ではかなり好きだったので、まあそれが出なかったのは残念だけど、まあまた行くことは多分ねもうチケット売り切れてると思うので叶わないと思うんですけども、まあ超ゲルテナ展とかね、まあない話じゃないからね、今後の展開もイブ絶対まだまだあると思いますので、まあそれに期待しつつね。はい、じゃあゲルテナ展行ってきました。いや念願だね、行くことができてよかったわ。あー、やっぱなんだろうな、やっぱ俺にとってイブって結構ねでかい存在というかね、ゲーム実況者やっててまあ助けてもらったというか、すごくね、箱をつけさせてもらった作品ではありますので、まあやっぱなんか出会いだよな、たまたまなんか見つけて、たまたま実況しようと思って
それがすごくいい作品だった、皆さんを引きつけるすごくいい作品だったっていうのはものすごいね、いい出会いをできて、すごく思い入れのね深い作品だったのにね、そのゲルテナ作品に行けてよかったなと思います。もっともっとね、ゲルねイブはね大きくなる存在だと思いますので、私もね陰ながら応援しておりますので、イブね、イブの作者さんのね小売さんとかね、頑張ってください。私も応援しておりますね。なんかゲーム出たらすぐやります。よろしくお願いしますということで、ご視聴ありがとうございました。ただただイブ店に行ってきたよっていう動画でした。お疲れ様です。